はい。まあ、まあ。これの？じゃね。はい。スタッフの皆さん、休憩中のところご苦労さんです。スタッフの皆さん、すぐに耳を返してください。ツイキャストの淳君が今日とりあえず、ここをして東京の方に戻るそうです。明日の朝らしいんですけど、まあ7時だと挨拶をしたり紹介したら時間が作れませんので、この時間帯を利用して淳君の激励をしたいと思います。もしテントにいましたら少し顔を見てください。この間、私たちのところに、ひょんとやってきて、この小さなカメラを向けて何するんだろうと思って見てたんですが、もうなんと彼のカメラは、3万人の人が見るという極めて優れた、媒体、情報媒体の持ち主で、とても力強く全国に報道してもらいました。彼の、報道を見て江戸湖に来てくれた仲間たちも多数いるという話ももう本当に直にも聞いておりますが、その淳君今日とりあえず帰るそうですので感謝を込めてご紹介しながら引き続きの、力強いご声援をまた求めたいお願いしたいと思います、はい、じゃあよろしく、皆さんお疲れ様です。最近、防衛を手に入れて、皆さんのね、働く公務員のお父さん方が仕事ができにくいという苦情が、あるそうで、はい、まあね、明日、まあ、帰るんですけども、でも大丈夫ですよ。次の日土曜日また戻ってきますので、はい一時帰宅ですよ。一時帰宅大丈夫ですよ。だってでここまで来たら中途半端に終わらせるわけがいかないですよ。本当にね、安倍晋三の今のアキレス腱はこの辺の子ですよ。これしたくてしたくて仕方がない。なぜならアメリカに片思い中の、ね、人ですから、あの人は本当にね、何としてでも止めなきゃいけない。でカメラがなくなったらね、あの機動隊の、ね、方とかも本当に暴力的になりますからね。このカメラのおかげでね、あのひろしさんが先日ね、招待状を受けてこの中に配達優待された時もちゃんと皆さんに下がってっていう、ね、言葉とかも入ってて、報道ステーション、報道特集で報道されましたんで、それが何よりも証拠にもなったんですよ。本当にね、このカメラですね、本当にいろんな方々に見ていただいて、ね、最近では、ネット右翼と言われている方の、人気のサイトである、リチャンネルというところで、僕は大変大人気になっております。はい、あることないこと言われてても大人気でも仕方がないですね。だって先日には僕殺人予告までされましたからね。まあまあまあ大丈夫ですよ。本当に何が怖いって、今政府がやってることの方が最も怖いですから。どうぞ。本当にね、明日一旦帰りますけども、また次の日に戻ってきますんで大丈夫ですよね。おまわりさんもまた、土曜日からいっぱい、働く勇姿を取ってあげるんで、はい、ちゃんとね、いい顔して待っといてください。ね、あなたたちの暴力はいつも市民の防犯カメラが撮っておりますので、ね、金曜日はお休みするようですけども、また土曜日また稼働いたしますので、よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、また、明日帰りますけども、土曜日また戻ってきますんで、その時はまた、ごひいきによろしくお願いいたします。あ、そっぱりいいのかな。土曜日に帰ってくるんだから、あいつなんか先生言わよ。知らなかった。何のこっちゃ、それも。まあ、それはご挨拶でしょう。まあ、しかし帰るんだから、久しぶりに東京で、片付ける仕事もあるでしょうから、ぜひ、そんなに慌てないで来てください。はい。今本人はお話ありますが、私もですね、まだ警察の検察の処分は決まってはいないんです。不起訴でもないし、処分保留で何でもない。ただ、しばらく様子見をされている状況です。先日、加納大将は、ひろしさん不起訴になった、正規立候補になったという話をいただきましたけど、あれって、すぐにはそうしないですよね。圧力かけるんですよ。また呼ぶからな。また声かけるときは来いよと、来いよですよね。で、
レッシャーですね。下手なことしたら承知せんぞ、今度は次は引っかりお気をつけるぞという、まあ、意味が込められてるんでしょうけど、まあ、しかし彼がしっかり放送してくれました、皆さん下がりましょう、下がりましょうということを言っているわけで、それを後ろから手が伸びるようにもあるんです。下がりましょうという人の後ろから下がり締めって言ったことなんてありえないんですよ。奴らこそ犯罪者ですね。そういう連中こそ犯罪者で、もしまた時と知られ、もう一回調べてんだったら、テレビ見たでしょうと、こう言いますか、ね。ありがとう。はい、じゃあ、それからまた観覧もしないとなりませんが、えなこの、いつもそうです。歌を歌いましょう。ラウデクンデイ。東京に帰るともに送りたいと思います。じゃあ、二人込め歌いましょうね。二人込め、ここへ、ここへ座り込め。座り込め、ここへ、ここへ座り込め。揺さぶられ、潰された、隊列を立て直す時は、今、腕組んで、ここへ、ここへ座り込め。座り込め、ここへ、ここへ座り込め。腕組んで、ここへ、ここへ座り込め。揺さぶられ、潰された、団結を立て直す時は、今、カノの歌も歌いましょう。スパット大戦が動くそうです。はい、どうぞ。はい、越えてけフロート、越えてゆけフロートを、越えてゆけフロートを、今はまだ埋め立ては、オウラワンにパッと大戦が来たと、カヌーを浮かべて投資しよう。海保が邪魔だてするとも恐れることはないさ。勇気を持って歌が歌われているという話も聞こえます。ぜひ、東京の様々な集会でも、高らかに聞かせてください。日のこと連帯をしていきましょう。力強い連帯をしていきましょう。じゃあ、まとめにもう一回。 We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome.We shall overcome.
東京の仲間たちにはくれぐれも会う機会をよろしく伝えて。了解です。ね、はい、わかりました。みんな、あ、それじゃ、彼も帰るんだった。はい、帰ります。はい、ありがとうございます。はい。はい、というわけで、なぜか、なんていうか、くだらへんだよね、これ。なんで同じね、日に同じ時間帯でね、帰るのかよくわかんないけど、まあ、でも考えてみたら当たり前で、僕が、ここに来て、やっぱりここの、戦い、応援にも来てるけれども、何よりもその、ちゃんと知った上で、さらに、じゃあ東京ではどういう戦いができるのか、そして自分の戦い、自分の現地の戦いをやって、その上で沖縄の戦いと連帯していく上で、そして同時にやっぱり東京の地域であれば、やはりアメリカ大使館に圧力をかけていく必要があるんだって知るためにここに来たものもあるし、やはりこう、それで金曜日に向けて帰っていくときに、まあ、アジさんが同時に金曜日に向けて帰っていくっていうのは、まあ、時間帯的にあって当たり前で。というわけで、新規建設絶対反対、最後まで頑張ろう。それではまとめようと思ったんだけど、同じ、カメラを持つ仲間として少しご挨拶の激励をもらおうか。カオル君。はい。アジ君は少し先輩かもしれないけど。ね同じ仲間としてね、いろいろ教えてやったんですよ。また僕はまあ、ツイキャスと僕は映画の方でって、ちょっと情報の発し方は違うんですけど、やっぱり僕も、ここに来て、なんだろう、まあ、最初はツイキャスっていうのはすごい、あまり好きじゃなくて、好きじゃなかったんですけど、やっぱり生放送っていう強さもあるし、それと一緒に生放送っていう危険性もあるなって、すごい思ってて、やっぱりミーティングとか、そういう内部的なことを放送されちゃうと怖いなっていうのもすごいあったんですけど、でもやっぱり、あつし君のツイッターとか、さつくんの、なんだろう、なんかネットのやつとかは、すごい生放送で、その場にいないけど、その場にいるように、ここの情報が直接伝わるっていう、その強さっていうのがすごいなっていうふうに思います。それ、あつし君のはすごい人が見てるっていう、と聞いてやっぱり影響力っていうのはすごいなって思います。まあまた土曜日帰ってくるんですよね。そんなまあ一日だけなんですけど、まあ東京でゆっくり来てください。そういう川村君も考えたら今月いっぱいでもう終わるんですよね。彼も、昨年の春の高校卒業で1年まあいろいろ見聞を広めるためにほとんどこの辺野古に、滞在でしたが、4月に写真学校に行って、ちゃんとした写真家になるための、勉学校に励むそうです。いなくなったら寂しいだろうなと思うんだけど、しかしそれでも、今話があったように彼は、映像作家とする道を歩み出そうとしています。今言ったようにツイキャスの危険性という話はやっぱり彼のどこかにある教授がそう言わせるメールだと思うけど、一つ自信と誇りを持って、その道を歩んでほしい。ヒロコでの経験を決して無駄にはならないということは彼で聞いてますので、まだしばらくいるだろうからね、はい、元気で元気で頑張ろうね。じゃあ同じく朝から晩まで8時間だった8時間映像回しっぱなしのトーシーさん、はい、落語たち激励を激励をトーシーこの親父も暇があったらカメラ回してるよく理解できなかったけど本当に昔さまざまな情報をねしっかりキャッチして写真と撮って、反撃ができてます。ありがとう、はい、少し激励を。あつし君明日帰ると言うんですけど明日は自分が追加する頑張りますんでまた土曜日は待ってます。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、じゃあ、マイク取ったって、なんか今どっか来た、はい、どっちかから、はい、どうぞ紹介しよう。どっちか、千葉、埼玉、名古屋、千葉かな、どうぞどうぞ。はい、ここはそういう、なんていうか、と一緒に習わしなんで、はい、はい、じゃあカメラはポッパツにして、わかりました、カメラなしじゃあ、はい、大丈夫です。じゃあ、なんで俺なんだよ、いつももうとっておきの一発芸見せたでしょ。多分今夜もたくさんの仲間たちが来てくれるんだと思いますけど、どこかで、挨拶を求めたり交流しながら、しっかりお互い馴染みながらの行動をしていきたいと思います。昨日、東京の葛飾から来ました花町球場の会に来て、今晩までいて方として、先ほど一緒に行きそうな経験させてもらいました。ありがとうございました。おー、よし、じゃあ、あったかい差し入れも今日届いたそうです。大浜さん、ゴンさん、いつも辺野古に高いにたくさんの差し入れをいただいております。よし、どうした、はい、熱心な、私たちの仲間です。天まで、高いで、辺野古で騒ぎがあると必ずご夫婦で駆けつけてくれる。ふつましい中に少し、やっかみを覚えながらも爽やかな豪邸でいつも活躍です。今日は、夜の暖かい、差し入れを届けながらの辺野古高校であります。マイクあります。どうも、お疲れ様です。長瀬の広い市長から紹介されました。沖縄市から来ました、こうなっています。まあ、長瀬の市長が昨日、朝ですか、最後の日光に行っているところ、最後の暴力に、あ、ちょっとブルーシート剥がされてる、ブルーシートを剥がされてる。おい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 、何やってんだって、何ブルーシート剥がしてんだって。おい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 、何やってんの。おい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 、集会を狙ってくるなんて卑怯だぞ。おい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 、何やってんだ。おい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 、お前ら何やってんだ。おいおい、聞きたら生せんぞ、聞きたら生せんぞ。何すげえ赤に持ってんじゃねえかよ。おい、やめなさいよ。おい、危ないぞ、やめろ。おい、危ない危ない危ない、やめなさい。危ないよ、危ない、やめなさい。憲兵隊いっぱい出てきたね。やめなさい、危ない、やめなさい。おい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 、機動タイムするわけ、こうして。おい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 、何やってんの。おい、カッターナイフでも入れてもただじゃおかんぞ。これ以上やるな。おい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 、おい、やるな、これ以上やるなって言うんだよ。
おいおいおい、何やってんの。おい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 、何やってんの。やっちゃいけないことってあるんですよ。人がいなくなった時に権力総動員か、機動隊から軍警から総動員か、そうやるわけが導くの。向こうは国道事務所やろ。人が少なくなった時こうやるんだな。おい、スイキャストカメラ回せ。回してるぞ。スイキャスト回せ。日本中に回せ。おい、ボイキャスいるさんぞ、お前ら。この後あって回せ。遅くなって。警察、軍警、国道事務所。何をやる気なんだ。何をやる気なんだ。おい、おい、おい。え、おい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 、何いきなりやっちゃってんのよ。おい、おいおい、やめろな。やめろ、やめろ、ちょっと頼むな、バカ野郎。落ちてみろ。おいおいおい、気持ちを削ってるぞ、バカ野郎。よく来たな、おい、それで、おい。え？すげえな、憲兵隊が。おい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 、いきなり来るとか、いい度胸してるね、君たち。武装軍警まで届いてこい。おい、おい、なんで武装軍警まで出てきてんの。バカじゃないの、君たち。ねえ、何しに来たの、君たち。ねえ、君たちはラインを殺さないと何もできないでしょ。バカなんじゃない。おいおいおい、お前どこに持って行ってんだ、この野郎。おいおい、何でそのとかすの。お前それはあかんでしょ。おい、人のものですよ。それはないだろ。人のものですよ。これは人のものですよ。それはないだろ、お前。これはあんた人のものですよ。何でその取り出すんだ、おい。おい泥棒、おい泥棒、おい泥棒、泥棒だろ。警察どうしたんだ。ブルーシートは返せよ。何だろ、あれは。ブルーシートは返せよ。おい、ブルーシートは返せよって。え、おい、カメラ押さえろ、カメラ押さえろ。おい、何の丸だ。おいおい、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 勝手に持っていくな、おい。おい、返すよ。おまわりさん、返して。おい、おい、警察どこも何もなく、いきなりこれか、いきなり実力行使か。おいおいおい、防衛局の焼きが回ったもんだな。いきなり実力行使か。あ、いきなり実力行使ってどういうことや。これはあります。おい、何事か。これはするんだろ、お前ら。おい、おい、なんつうんだ。殺したくんだよ。これが勝ちだ。おい、何でそんなことあるんだ。回復か、回復、オッケー、嘘じゃないな、オッケーオッケー、決まった、今度は全て返す。はい、返すよ、また言うから、また返すよ、はずだから、はい、返すよ、オッケーオッケー。おい、泥棒を出すな、ほう、触んないで、人のこと触んないで、カメラだからさ、カメラ撮ってるからさ、触んないで。これを見てください。決め、畳めよ、ちゃんと畳んで、紐つけて返せよ。紐一本の靴なよ、紐一本。おい、おい、ぬすっと、おい、ぬすっと、おい、テレビカメラ、新聞社がいないときに狙おうんだな。警察、本当に恥さらしもいいとこだな。マスコミがいないことを狙う。